いやお疲れ様です。今ね、チャーハン食べてるんですよ。だいたい深夜にチャーハン作って朝に食うみたいな。うん、美味しい。で、こうやって自分でチャーハン作ったら、まあ安く済むじゃないですか。自分好みの味付けできますからね。でも、お金を払ってでも、出かけて行ってでも、手間をかけてでも食べたいチャーハンあるんですよ。車乗っていくと時間もかかるし、ガソリン代もまあ1000円前後かかると思うんですよね。だから家で食べるチャーハンは、まあ言ってみれば自分の労力がかかってるとはいえ、ただ同然ですよ。それにチャーハン作るのにね、5分10分ぐらいできますからね。でも出かけていくとなると、着替えたりとか身だしなみ整えたりとか、お金の準備をしたりとか、車の整備をしたりとかね。そうするとまあ1日潰れるとは言いませんけども、半日から3分の1日はなくなるわけですよね。でもそこまでかけても食べたい味っていうのが存在するんだったら、そこに出かけていく価値はあるかなと思うんですよ。多分吉谷さん、塾の販売ってそれとなんか裏返しなんじゃないかなと思うんですよ。本当にありがたいとかね、自分にとっては価値があると思った関係なら、こちらから頼まなくても支払いになってくるし、入塾になってくると思うんですよ。でも金を払うほどは役に立たなかったよねっていう風な受け取り方をするんだったら、支払わないってことにもなりますし、ただですいませんみたいな言葉で終わると思うんですよ。まあ受け取り方はそれぞれなんで、なんかね、吉田さんが、いや塾生じゃないから答えられませんって対応したことがないと言われてましたけども、私も同じで、いちいちそういうの分けるのは面倒くさいところもあるし、そういった打っても響かない人って言ったら言い過ぎかもしれませんけども、本来ならこういう風な反応してほしいんだけどなーっていう反応が来ないのも必要経費じゃないかなと思いますし、自分の力量なんだと思うわけですよね。どんな美味しいお店でも、そこに5000円とか1万円っていう価格がついてれば、いや5000円や1万円で食べる飯はちょっと高いよねっていう感覚もあると思うんですよ。で、いわゆるオンラインサロンやこういった高額塾に対して、ただ同然だって感じる人もいれば、高えなって感じる人もいると。でも一言言えるのは、頑張って稼げば全部が正当化されて、いや入ってよかったってなるし、自分の目的が達成されなかったり、目的じゃないにしても満足度が他で担保されなかったら、なんだよこれとかになると思うんですよね。まあそういうのもあって、マトリックスアフィリエイトがあるんではなかろうかと思いますし。で、この億万長者合宿のリレーっていうのは、エホバの証人から始まったんですけども、エホバの証人に期待して入ってみたけども、あれおかしいなと思って、退場する方もいると思いますしね。様々ですよね。で、時期によっても気持ち変わりますしね。まあ、あまりこだわってもしょうがないんで、チャーハンいただきます。炒める飯で炒めし、今回のタイトルは炒めるでした。じゃあ